芸能界ってしょうもないんですよなんでかっていうと、なんだろうな、芸能人ってさ、えなんかやるじゃないですか、もうそもそもやらかすなって話なんですけど、やっぱ人間なんかさ、一生に1回、2回ぐらいなんかあるわけですよ。でね、その時に芸能人って、やっぱりスポンサーありきなんですよね。大人たちがスポンサーの顔色をうかがって、そしてあの芸能人が出るわけなんで、1回やらかした人はもう、なかなか復帰できないんですよ。まあ、例えばさ、あのー、まあ、極楽とんぼの山本さん、僕お会いしたことないです。僕すごい前好きだったんですけど、なんか昔ちょっとやらかして、いまだに縮 上半になかなか出れないとかもう何年その黒歴史背負うねんってぐらいさもう一発アウトなんですよねでいろんなやつってさあの結構芸能人でもさ僕いろいろ話聞きますよ結構やらかしてるんですよやらかしてるんですけどやっぱ事務所の力とかいろんな忖度があって表に出ないこととかあるんでこう慣れ合い社会みたいな感じなんですよねで一,や一発やなんか変なことやると芸能人として終わるでも YouTube って別にスポンサーもクソもないじゃないですかスポンサーいらないし。 だから、あの、まあ、もちろん、その、やらかすのはダメなんですけど、復帰できるんですよね。うんで、え、今の時代って、え、そもそも復帰しちゃダメなんだっけすぐ復帰しちゃダメなんだっけって考えた、立ち止まったら、例えばその性犯罪とか、まあ、誰かに怪我を負わしたりとか、被害者が明らかにいる犯罪っていうのはやっぱ良くないかもしれないです。わかんないですよそれも、その賛否両論ると思うんですけど、良くないと思うんですけど、被害者がいない犯罪とか、それって可哀うだねって人とかいるじゃないですか。それこそ宮迫さんとか、まあ、宮迫さんは別に犯罪を犯したわけじゃないですけど、宮迫さんとかがいい例だと思う んですえ別にあれってさ、闇営業だってみんなやってたし、そもそも事務所もが、事務所だってさ、そういう人命感あんじゃんって、そ、ま、う、あ、いう客観的に違和感があるからさ、今、あれだけ支持されてるわけなんですけど、テレ,ビになテレビの奴隷になるしかなかったんですよ。でも今、YouTube があるから、こういうふうにいろんな発信ができるわけなんですよね。で、今、芸能界と YouTube 界のヒエラルキーっていうのが徐々に変わっていって、芸能人は YouTuber と一緒にされたくないんですよ。YouTuber ーーと一緒に並びたくないみたいな、なんかよく分かんないプライドがみんなあるんですよ。これ、本当不思議だなと思っていて。でも 一方で芸能人も YouTuber の方がすごいだんだん人気が YouTuber の方が偉いなって気づいてるんですよだってさ普通に僕調べたことあるんですけど Twitter とか Instagram とかのいいね数フォロワー数 YouTuber と芸能人どっちがいますかって考えたら YouTuber の方が圧倒的にいるんですよで ものを売るときどっちが YouTuber と芸能人どっち売れますかって考えたら YouTuber の方が圧倒的に売れるんですよ。この時点でえとビジネスマターで考えると YouTuber の方が圧倒的に偉いんですよでもやっぱりね古臭い文化にしがみつくのが芸能人は芸能人だというなんかプライドがあるとでただ少し頭のいい芸能人たちがこのままじゃやばいぞ取り残されるっつって YouTube に入ってきますよねでも YouTube に入ってきても人気にならないんですよおわこんなんですよで,でもえ今ここにしがみついてる人と YouTuber さんと一緒にコラボして伸ばしている人その そのななんんか,かれ道なんですよだから僕はね、将来的にすごい入れ替わっていって、もう芸能人でも、なんかユーチューバーは違うんだとか、俺、芸能人なんだみたいな、空回りしてるやつは、どん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 オワコンになっていっていなくなると思います。もしいらないから、需要はないんだから。で、YouTuber が多分トップを取ると思いますよ、これから。そういう流れになってると思いますねはいだから、潮目変わってますからね。 そう。だからそういう意味で、なんか、なんか今までみたいに、なんかやらかしたから復帰できる、できないとか、もうそういう時代じゃなくなるんですよ。うん。もちろん、やらかしてしまって、視聴者の皆さんとか、ファンの人が離れてしまったら、もう復帰できないですよ。で、これからは、いわゆるこう、まあ、裁判員制度じゃないですよ。裁判の裁判員制度じゃないですけど、皆さんが決める時代になるんですね。で、人によっては、例えば、今、まあ、コロナでね、ちょっと一昔前の飲み会をやっても、怒られない人もいるわけじゃないですか。 で、少し飲み会をするだけでめちゃくちゃ怒られる人。それって何かっていうと、心理学もすごく勉強最近したんですけど、もともと綺麗な人、綺麗にずっとクリーンでやってますよみたいな人が、あの、ちょっと悪いことをするとすごい下がるんですよ。でも、もともとなんか、あ、こいつやってそうだなみたいなやつは大丈夫で、そういう人がちょっといいことをするとめちゃくちゃ株価上がる。不良がなんか猫に優しくするみたいじゃないですか。そういう理論あるじゃないですか。そういうのって絶対あると思っていて、えっ、ー、と、 これからのブランディングで大事なっていうのは視聴者に対してあまり誠実になりすぎないっていうのは僕は大事だと思ってます。本当に。本当にそ大事だと思ってます。ある程度、この人だったら仕方ないよって、みたいな許される人っているんですよ。本当に。そういう枠に入った方が僕は将来的にいいんじゃないかなって思ってます。そう、ラファさん、僕そのラファさんをコラボさせてもらったんですけど、 そうラファさんとかが別に会食したりお酒飲んでても別に何も思わなくないですかむしろあの人ストーリーで普通に上げてますからね。うん。だからそういうことだと思う。だから期待値を下げるってことなんですよ。で、その期待値を上げることがそもそも正しいことじゃなくて、なんかさ、その潔白でさ、あの、そういうコロナだから外に一本も出ませんみたいなさ、こと言ってるやつがすごい人気なのかっていうとそういうわけじゃないじゃないですか。うん。だから、僕はその期待値の問題だと思うんですよで期待値が上がる方がいいってわけではないと思うんですよね。マジで。うん。 そういうふうに僕は思います。